最後の追跡は2016年にアメリカ合衆国で制作された犯罪映画である。監督はデビッド・マッケンジー、主演はジェフ・ブリッジスが務めた。第89回アカデミー賞では作品賞を含む4部門にノミネートされた。テキサス州西部。早朝、ハワード兄弟はテキサス・ミッドランズ銀行の2つの支店に強盗に入った。計画は 周到に寝られたものだったが、荒々しい気象を持つタナーは、慎重さに欠けていた。兄のソやな振る舞いを、トビーは苦々しく見ているのだった。銀行強盗事件の捜査を命じられたのは、テキサスレンジャーのマーカスとアルベルトであった。定年退職を間近に控えていたマーカスは、手際よく、捜査を進めていった。その頃、タナーは別の銀行を襲っていた。 近くのレストランで待機していたトビーと合流し、二人はオクラホマ州にあるカジノへ向かった。奪った金をチップと交換するためである。交換手続きの間、タナーはギャンブルをしていた。こうして、二人は交換した金をタナーがギャンブルで得た儲けに見せかけることに成功し、生きをうよとキロについた。ハワーと兄弟の母親はつい最近亡くなったのだが、一家の農地は、 彼女が抱えていた借金の担保としてテキサスミッドランズ銀行に差し出されていたのである。しかも数日以内に借金を返済できなければ農地は差し押さえになってしまうのである。農地に埋蔵されている石油に目をつけていたトビーはどうしても土地を手放すわけにはいかなかった。疎遠になっている息子のために財産を残し自分とは違う人生を歩ませるためである。 二人にとってテキサスミッドランズ銀行を襲うことは正義にかなう行為でありフロンティア精神の発言でもあった。マーカスはテキサスミッドランズ銀行のとある視点に張り込んでいたがその店を二人が襲うことはなかった。そんなある時マーカスは二人の行動パターンに気づきそこから次のターゲットになるであろう視点を予測することに成功した。しかも 借金の返済期限が迫っていたために、ハワード兄弟は客が多い時間に強盗に入らざるを得ない状況にまで追い込まれていた。警備員と銃を持っていた客が銃撃してきたが、二人はなんとかそれを切り抜けることができた。しかし、町の自警団が銃を持ち二人を追い始め、その知らせを聞いたマーカスとアルベルトも追跡を開始する。逃げる際に腹部を撃たれたトビーは、 盗み出した現金をタナーから預かりその場を離れる。一方のタナーは追っの目をトビーから引き離すためのおとりとなり、追ってくる者たちに銃を乱射する。その場に駆けつけたマーカスとアルベルトだったが、タナーが放った銃弾によりアルベルトは死亡する。怒りに震えるマーカスはタナーの背後に回り込み、彼を狙撃しアルベルトのあだを撃つのだった。タナーの死亡をニュースで知ったトビーは、 一人でテキサスミッドランズ銀行へと向かい借金を完済する。農地を守ったトビーは、そこに元妻と息子たちを住まわせ、その農地から出る石油による稼ぎも息子たちに入るようにしていた。そんなある日、マーカスがトビーの元を訪れる。互いに大切なものを奪われ、相手への殺意に燃える二人は銃を手に緊迫した状況を迎えるが、そこに トビーの息子たちが帰宅してきたためマーカスはその場を立ち去る。マーカスはトビーに対し、互いに一生苦しみを背負っていくことになると声をかけるのだった。2012年4月18日、シドニー・キンメル・エンターテインメントは、テイラー・シェリガンが執筆したコマンチェリアと題された脚本の映画家権を獲得し、フィルム44と共同で制作を行うとの報道があった。 シェリガンの脚本は2012年のブラックリストにランクインしていた。2015年4月2日、ジェフ・ブリッジスが本作の主演を務めると報じられた。また、当初の予定では、ピーター・バーグがメガホンを取る予定だったが、最終的に、デビッド・マッケンジーが監督に起用されることになった。5月4日、クリス・パインとベン・ホスターの出演が決まった。 2016年5月26日、本作の主要撮影がニューメキシコ州のクロービスで始まった。撮影は同州のポーテールズとトゥクムカリでも行われた。2016年5月16日、本作は第69回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映され、それがプレミアとなった。日本国内では劇場公開されなかったが、 ネットフリックスにより、ネットフリックスオリジナル映画として配信されている。2016年8月12日、本作は全米32巻で限定公開され、公開初週末62万ドルを稼ぎ出した。翌週から公開規模が徐々に拡大され、最終的には全米909巻で公開されるに至った。本作は批評家から絶賛されている。 映画批評集積サイトの6点とマトズには227件のレビューがあり、批評家支持率は98%、平均点は10点満点で8.5点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、最後の追跡は手堅い作りと、上質な演技によって支えられた西部劇であり、犯罪スリラー映画でもある。ひたすらに銃を打ち合うのではなく、 ペース配分が考え抜かれた物語と内面豊かな登場人物が全面に出ているとなっている。また、メトクリティックには47件のレビューがあり、荷重平均値は88、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーは本作に4つ、母子評価で満点となる4つ星を与え、どんな立場で鑑賞しようとも、 最後の追跡は非常に美しい映画であり、現実の過酷さを描き出した映画でもあり、非可的でもある。映画が終わった瞬間、もう一回見直したいと思える映画だ。と評している。イグノのサマンサラドーイグは本作に10点満点中9点を与え、最後の追跡を見た者は物語の重厚さに驚き、映像で感動することになる。2016年の夏は、 良い映画に恵まれなかったが、この作品はそれを埋め合わせるに足る映画である。と述べている。ありがとうございます。